水素チャンネルニュース第176回2023年4月23日号この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきましてありがとうございます。アナウンサーの新浜メチスです。 今回は、およそ2023年4月15日から4月23日までのニュース、記事16本です。では、スタートです。記事1番、4月22日の神戸新聞。水素ガスタービン商用化施設、知事が視察。三菱重工の高砂製作所。官民共同で脱炭添え。引用。 兵庫県、知事は21日、近く完成予定の水素ガスタービン商用化実証施設、逆さご水素パーク、を視察した。記事2番、4月21日の環境ビジネス。アンモニアを水素に改出、船舶運航に活用へ。ダイハツディーゼルらが共同研究。次の2本の記事は、同じニュースです。 記事3番、4月21日のカナロコ神奈川新聞。世界初の水素旅客船で横浜港クルーズ。ハンマーヘッド発着。引用。水素を燃料に使った世界初の旅客船。ハイドロビンゴ。での横浜港周遊クルーズが22日から。新港不当客船ターミナル。発着で始まる。 記事4番、4月21日の日刊スポーツ .com。水素の有効活用へ、世界初経由との混渉エンジン搭載した小型総動戦試乗会。SDGs 時代を見据える引用、試乗会が21日、増行内で行われた。次の2本の記事は、同じニュースです。 記事5番、4月20日の科学技術振興機構。脱炭素社会の実現に向けて政府、水素戦略改定へ。官民で15兆円投資し年間1200万トン供給。記事6番、4月21日の日刊自動車新聞電子版。官民で水素に脚光、政府が、水素基本戦略。 6年ぶりに改定。FC トラックや水素 ST の財政措置拡充など。次のニュースです。記事7番、4月13日の井出光興産。廃棄物由来、国産クリーン水素製造の事業化検討開始について。引用、出資先である H サイクル社と共同し、 本年4月に都市ごみ等廃棄物を原料とした国産クリーン水素製造の事業化検討を開始しました。肘8番、4月21日の L ニュース。福山通運、水素燃料電池トラックによる配送を開始。引用。福山通運は4月21日。 水素燃料電池トラック FCEV を導入し、都内での配送業務を開始することとなったと発表した。記事9番、4月18日のニュースイッチバ日刊工業新聞社。来年機関部品の技術生かす、水素エンジン開発にかける利権の本気度。記事10番、4月21日の応募。 太陽光発電と水素エネルギーでカーボンニュートラルを実現。白川工場で水素エネルギーを活用したタイヤ製造のお披露目会。引用。4月18日火曜日、19日水曜日に福島県の白川工場でお披露目会を実施した。記事11番4月16日の NHK ニュース。 米ケリー特使、水素が脱炭素を実現する重要なエネルギー源に、引用。アメリカで気候変動問題を担当するケリー特使が、水素は、世界が頼ることになる非常に重要なエネルギー源の一つになりうる、と述べ。記事12番、4月17日の中国国際放送局。 大型の水素化マグネシウム MGH2 貯蔵者が上海にお目見え引用上海交通大学などが開発した大型の水素化マグネシウム MGH2 貯蔵者がこのほど上海市にお目見えしました記事13番2024年4月17日のジェトロ日本貿易振興機構 長春市で水素燃料電池バス運行の実証実験が開始、中国。引用。中国の吉林省、長春市は4月13日。同市で水素燃料電池路線バスの一般道路運行に関する実証実験を開始したと発表した。記事14番、4月17日のジェトロ日本貿易振興機構。 エース、アセアンの水素の活用促進に向けた提言を公表、アセアン。引用、アセアンエネルギーセンター、エース。は4月10日、アセアンの水素活用の現状や課題をまとめたレポート、ポリシー。ブリーフ、ナンバー2、エープリル、2023を公表した。 記事15番、4月19日のジェトロ日本貿易振興機構。メキシコ緑の環境党の議員。ブリーン水素推進法案を国会に提出。メキシコ。引用。メキシコ緑の環境党に所属するアレハンドラ・ラグネス外上院議員は4月13日。エネルギー転換法の改正案を国会に提出。 記事16番、4月20日のジェトロ日本貿易振興機構。欧州投資銀行。ワロン地域政府と水素産業の創出に向けた MOU を締結。EU。ベルギー。引用。欧州投資銀行。e イブは4月13日。覚書。MOU. を。ベルギー南部のワロン地域政府。 とと締結ししたた発表ニュースは以上です。今回お届けしました記事へのリンクは動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索はウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは https コロンスラッシュスラッシュ t a k a g i 数字の1、ドットネットスラッシュ H2、高木一ドッ1ネットスラッシュ H2 です。次回は4月29日土曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。バイ。